放送倫理、番組向上機構、BPO の放送倫理検証委員会が8日、富士テレビ、特ダネ、が2017年7月と8月に放送した2つの刑事事件の特集に関する意見を発表し、放送倫理違反との判断を下した。さらに、同委員会の川端和春委員長は、この日の放送で、存命のスキーヤー、三浦祐一郎氏を個人として放送したことについて、 言及した。委員会の決定発表当日に発生したミスに、川端委員長は、今日また、ご存命の方の写真に、子というものをつけて放送してしまった点は、我々も、通勤の直前に事務局から聞いて知ったわけですが、と、残念そうに語った。同じ富士テレビに対して、委員長談話を出したばかりでもありますし、とした上で、放送局として、事実を、 きちんと確認を取った上で放送する。それがメディアとしての使命と考えることを文化とする意識をもっと育ててほしいと苦言を提した。再発防止へ事実であるかどうかという点は譲れないという気構えを皆さんがお持ちになるようなそういう研修なり何なりをしていただきたいなと思っていますと求めた。放送倫理違反と判断された特ダネの特集は 1. 1医療、PJ、最大血医療、医学博士が、闇治療に関与か、2017年7月27日放送、と、に、父親は、元京都府知事エリート府議を美人妻が、DV 告訴、2017年8月28日放送、の2本。1、は、医師法違反容疑で逮捕された、A 容疑者とは、全くの別人、B さんを A 容疑者として、 延べ1分39秒放送してしまったことに、は、京都府議が書類送検されたという報道を十分な裏付けなく放送したことと、ストーカー登録されたという事実の裏付けが不十分だったことと、そもそも用語を不正確に使用したことが問題とされた。